留国大学学附属平安中学校2020年度算数、はい、では、今日はね、龍谷大学附属平安中学校の2020年度、えー、算数の後期 D の1番の1の問題をやっていくね。じゃあね、問題読んでいくよ。A さんと B さんと C さんと D さんと E さんの5人で50メートル走しました。 結果について5人は次のように発言をしました。A さんは、えー、私は3位か4位のどちらかです。B さん、私は A さんと D さんの両方に負けました。C さん、私は1位でも2位でもありませんでした。D さん、私は1位でも3位でもありませんでした。E さん、私は A さんには負けましたが D さんには勝ちました。A さんのみが嘘を言ったことが分かりました。 B さん、C さん、D さん、E さんの4人は本当のことを言っています。この時、5人の順位を答えなさい。ただし、同じ順位はないものとします。こういった問題ね。で、まあ、あの、ポイントとしたら、まあ、ここだね。A さんのみが嘘を言っています。で、A さん以外、つまり B さん、C さん、D さん、E さんは本当ですよ。ということね。それで5人の順位を答えればいいと。 ということね、じゃあちょっと次のページで考えていくね。はい。上にね、同じように書いてあるので、これを参考にして考えるね。まずさっき言ったように、A さんは嘘なんだよね。だから、これはまあ、嘘と書いとこうか。私はね、3位か4位のどちらかですと書いてるよね。で、これが嘘ということは、つまり、3位か4位ではないということだ。1位、2位、もしくは5位ということね。 で、B さんから E さんは本当ということで、ちょっとね、下にまとめていくね。えー、1位から順番に、1位、2位、3位、4位、5位と。で、A さんは3位か4位のどちらかですというのは嘘。っていうことは、A さんは1位か、 2位か5位だったよね。で次 B さんの発言見るね。B さんね。私は A さんと D さんの両方に負けました。うん。これはちょっと置いとこうか。次 C さん。私は1位でも2位でもありませんでした。ということね。これもちょっと書くね。1位でも2位でもありませんでした。ということは C さんは3位か4位か5位だよね。次。 D さんね。私は1位でも3位でもありませんでした。ということは、D さんは2位か4位か5位だよね。で、最後、E さんね。私は A さんには負けましたが、D さんには勝ちました。まあ、こういったことね。で、えっ、ー、と、下にね、こういうふうにまとめたんだけど、これが可能性があるっていうことね。で、その他の情報として、先ほど飛ばした2つ。 えー、C さんじゃないね。B さんね。私は A さんと D さんの両方に負けました。というのと E さんの私は A さんに負けましたが D さんには勝ちました。この二つは下のね、これには今入ってない状態だよね。だからこれをちょっと、えー、書いていこうか。まず B さんね。私は A さんと D さんの両方に負けました。ということで、つまり、 A さんの5位はこれなくなるってわかるかな ?A さんと D さんに負けてるんだからね。A さんがベッタということはあり得ないと。で、同じように D さんの5位。これもなくなるよね。ここまでいいかなでえ、次ね、E さん、えー。私は A さんには負けましたが、D さんには勝ちました。A さんには負けたということは、まあ、あの、 まあ、この辺っていうことだよね。で、D さんには勝ったっていうことは、まあ、うん、この辺もしくはこうとかね。こういう形かわかるよね。で、それで、ちょっと順位を考えていくね。で、まず、そうだな。えー、1位から順番にしようか。まず、1位は今 A さんって書いてるよね。で、えっ、ー、と、もし仮に、 2位、こっちが A さんだとすればだよ。2位が A さんだとすれば、先ほどの A さんに負けた。で、E さんも A さんに負けたと書いてるので、B さんと E さんは3位か4位か5位になるよね。B さんと E さん。で、ただ C さんも3位か4位か5位なんだよね。ね、さらに D さん。 さっき A さんが2位と今仮定してるんだから D の2位、これはちょっとダメになるから D さんもこう4位になっちゃうんだよね。ということで3位と4位と5位に4人というのはさすがにあり得ないので、つまり1位 A さんがこれ決定だ。2位はダメってことね。だから1位 A さんがまず決定ね。で、次行くね。じゃあ、えっと、 次だけど、そうだな。ここのね、E さん見てね。私は A さんには負けましたが、D さんには勝ちましたって書いてるよね。で、もし D さんが2位だったら、D さんには勝ったってことは1位しかないんだよ。でも、1位はもうすでに A さんが入っているっていうことは、D さんの2位、これもダメだよね。ということで、D さんは4位に決定だ。ここまでいいかな。うん。 で、えっ、ー、と、この状態で、ちょっとさっきの B と D 見るね。まず B さん。私は A と D の両方に負けました。ということは、D ここ4位って決まってるんだから、あ、これ B さんは5位しかないよね。だから、B さん5位で、これも確定なんだ。ここまでいいかな。 で、あと、C さんと E さんだけど、もう C さんはそうなったら3位しかないよね、ここしか。で、最後 E さんは、えっ、ー、と、2位になるよね。で、まあ、最後 E さんの条件だけ一応見とくね。E さんは A さんには負けましたが、D さんには勝ちました。A さんには負けましたが、D さんには勝ちました。合ってるよね。うん、OK だ。ということで、答え、1位から順番に書くと、A、 で、2位が E、3位が C、4位が D、5位が B になる。こんな感じだよね。うん。ということはね、この問題はこれで完了ということね。じゃあ、えっ、ー、と、他の問題だけど、まだ他にもね、動画たくさん撮ってるのでね、チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではね、今日の授業はこれで終わります。